はい、それではセンター試験2013年数学 2B 第3問の解説に入ります。第3問は例年と同じようにその数列からの出題なんですけれども、まさか数学的機能法が出題されるとはと思った方も多いかと思います。まあ、ただ誘導にさえ乗れば大したことはないので、まあ、誘導に乗っていきましょう。でこの大きな第3問は前半後半と分かれてまして、前半の方はもうおなじみの全化式ですね、あの特性方程式型の全化式です。で早速前半のカッコ1から入りますと、まあ、このように全化式で数列が与えられている Pn の一般項を求めようということなんですが、まあ、この形ですと Pn プラス1と Pn をともに α と置いたいわゆる特性方程式ですね、これを解きまして α イコール2分の3ということになるので、 Pn プラス1マイナス2分の3イコール3分の1のカッコ Pn マイナス2分の3とうまく式変形ができます。これで i の部分ができましたと。でもここであの答案の方というか回答、あの問題文を見ますと、もういきなり数列 Pn の一般項はとちょっと論理の飛躍がありますね。その間を今解説で埋めます。でどう埋めるかと言いますと、この Pn-2 分の3っていうものを Qn と自分で新しい数列を作ってあげてください。そうすると先ほどの式の左辺が Qn プラス1ですね。でこっちのイコール3分の1の括弧のこの括弧の中身が Qn ですね。つまりこの Qn が項比が3分の1の等比数列になります。ま、なのでこれで Qn が求められるはずですね、項比が3分の1と。で Q1 っていうのはこの定義から、自分で作った定義からすると P1 マイナス2分の3なので、計算すると2分の3と。で初項が2分の3で項比が3分の1の等比数列ですので、その Qn 以降はその初項かける項比の n-1 乗で2分の3かける3分の1の n-1 乗となります。で今 Qn は勝手に置いたもので、本体の本来の目的は Pn ですので、今度は先ほどから逆にその Pn イコール Qn プラス2分の3と考えまして、 Pn イコール先ほどの Qn ですね、2分の3かける括弧3分の1の n-1 乗プラス2分の3ということです。で通常であればこの形で、まあ、回答するのが自然かなと思うんですけれども、どうも問題文を見ると変な形になっています。なのでこの形に合うように式変形をいたしますと、まあ、要は全部分子を1にしたいですね。なので、3分の1倍ですかね、ここの3と3でうまく合わせるということで3の n-2 乗になります。で2っていうの分母は分母に入れておきましょうということで、回答欄にあったような回答だと 2×3 の n-2 乗分の1プラス2分の3と、まあ、ちょっとここの変形が嫌なんですけれども、右往左ができましたと。で次はその今求めた数列 Pn の和を求めるわけなんですけれども、まあ、なんで単純にもうね、そのシグマの計算をすればいいだけです。シグマの k イコール1から n までの pk を求めればいいですね。ただまあこのやっぱり私はいつもの慣れた形でいきたいので、自分としてはこっちの、ね、よく見る形の方でシグマを考えたいですね。ということでこう考えますと、まあ、2分の3かける、あとはこの 3分の1の K-1 乗というのは等比数列型のシグマですので、あの等比数列の和の公式なりなんなりと、まあ、自分で導いてもいいですけれども、計算するとこんな風になります。で2分の3というのは定数がずっと2分の3というのが N 回続くので、2分の 3N ですね。あとはきれいに計算いたしまして、回答欄に合うようにしますと、4分の9。かける括弧1マイナス3の n 乗分の1括弧閉じるプラス2分の 3n と、これでこの奇数系交差までができましたと。まあ、前半は定番だと思うんですけれども、後半の括弧2番が非常に戸惑います。あの理解しようとするとすごく困るんですけれども、とにかく誘導、何も考えずに誘導に乗ると、あんまり正直いい問題だとは思わないんですけれども、まあそう言ってても仕方ないのでやりますと、まあこういうルールで決めますと、 A1、A2、A3も自分で与えて、そのこんな風にね、すごくなんていうか4項間の全化式とでも言ったらいいのかもしれないですけども、こういうふうに定義しますと、まあ、ともかくでも最初の方当てはめるだけですね。 A4 イコール1言ったらもうここの定義式と同じように、この N イコール1の場合なので A3 分の A1 プラス A2 というふうにもう普通に計算して、もう単に計算すればいいだけでして、ですね、もう2、3分の6ってことで2ですね。で、A5 も計算して、もうこれ計算してくれてるので信じましょう。で、A6 も同じように自分で計算しますと N イコール3のパターンなので、A5 分の A3 プラス A4 ですね。もうそれぞれ順番に求まってるはずなので、計算いたしますと、3分の5と。A7 イコール3と書いてくれてますね。これ自分で考えるので、ね、どうもこの A5 とか 3っていうのが繰り返すのかなとか思うんですけども、何も考えずにもうそれね、穴埋めだけやりましょう。何せ時間が厳しいです。で、まあこんな風にまあ推定できると言ってますね。で、それを示すために、まあいわゆる数学的機能法で、まさかこんな言葉も選ばされるとは思わなかったですけども、これは数学的機能法です。で、まあ自分でね、本当なら答案書くとね、楽しいんですけども、もう書かずにもうね、この誘導だけに沿っていきましょう。よくわからないけども、とにかくこう書いてあって、あとはもう問題文読みましょう。何やってるか私も自分で解いてるときはわからないままやりました。まあそれで良いかと思います。で、ここから真剣に読みますと、n イコール k プラス1のとき、丸2の n に 2k を代入して得られる等式と、2k マイナス1を代入して得られる等式からって言ってるので、もうそれをやりましょう。
丸2の n に 2k を代入すると。丸2の n に 2k。丸2ってこれですね。これの n に 2k を何も考えずに代入します。そうしますと、これですね。a の 2k プラス3イコール a の 2k プラス2分の a の 2k プラス a の 2k プラス1と。で、それを b とか c とかで使って読み替えますと、a の 2k プラス3っていうのは b の k プラス2ですね。これも定義式があったと思いますので。ここですね。bn っていうのは a の 2n マイナス1と、cn っていうのは a の 2n と。まあ、イメージを沸かすとすれば、その a のここの後のちっちゃな数字が奇数の時は b に対応して、偶数の時は c に対応するってことでしょうね、おそらく。で、こちらは奇数なので b に対応させます。で、ここは偶数なので c に対応させます。偶数なので c に対応させて、奇数なので b に対応させる。ここは注意深く当てはめればできます。ということで、これで括弧の、そのターチができましたね。本当は同様に、丸2の n に、2k-1 っていうのは当てはめてください。ここですね。2k-1 っていうのを当てはめると、これもまず何も考えずに当てはめると、a の 2k プラス2イコール、a の 2k プラス1分の a の 2k-1 プラス a の 2k と。で、先ほどと同じルールで、偶数ならば c、で、奇数ならば b、奇数ならば b、偶数なら c っていうふうにうまく当てはめますと、きれいにできましたと。これが、回答欄でいうところの通定になります。となるので、b の k プラス2はと、これもどういう計算をさせるのかよくわからないけども、きっとこの誘導に乗るしかないので、誘導に乗りましょう。b の k プラス2っていうのは、ここで先ほどまとめましたね。c の k プラス1分の ck プラス b の k プラス1と。まあ、ちょっとこの分数、二重分数になるのが嫌なので、これはこう読み替えさせてください。括弧 ck プラス b の k プラス1、先ほどのここの分子ですね。それかける c の k プラス1分の1と。で、c の k プラス1っていうのは先ほどここで求めたので、c の k プラス1分の1っていうのはこれの逆数なので、分母分子をひっくり返しまして、こうなりますね。bk プラス ck 分の bk プラス1と。あとはこれを普通に掛け算して計算してあげますと、bk プラス ck 分の、括弧 ck プラス bk プラス1、括弧閉じるの bk プラス1と、この回答欄に合う形になるかと思います。もうこれは何も考えずに誘導に乗るしかないです。これが見抜ければそれで出来上がりです。で、まあ、これをするともう、あとはもう読まなくていいです。数学的機能法の答案を自分で作るならば、まあこれでうまくなってますよというのを、まあ余裕がある方は読んでおいてください。で、次は、ここももう、このヌーも本当に何も考えなくてよくって、CN っていうのはこういう一般項になりますよと、もうそれもね、印刷されてるので信じましょう。となるので C1 イコールと、C1 って C の定義式からどっかでありましたね。C の定義式っていうのは CN イコール A の 2N ですので、C1 っていうのはつまり A2 のことなので、もう問題文で与えられてる3と。なんかもう本当に肩透かしを食らったような問題ですけれども、最後のヌは3とも入れたらおしまいです。なので、すっきりしないですけれども、その、実際の試験本番では誘導に乗って何も考えずに空欄だけ埋めると。本当に実力を養いたい方は、後でゆっくり数学的機能法が本当に成立しているかどうかなどを確かめてみてください。以上で第3問の解説を終わります。